はい、星のアニバーサリーです。今日は、コロナとクラブシーンどう生きるかってことで、まあ、その辺についてこう、順々にこう、まあ、最近の動向とか話しながら、まあ、なんか役に立つ情報があればななんて思うところです。はい、まあコロナの件についてはまあこういうことしたら今いいんじゃないですかってことで、まあ音楽の話ですけどもちろんで、クラブシーンってことではちょっと今日にはまあ二極化ってことについて主に話す予定であります。はい、暑いっすねなんか最初トレーナーでちょっとやろうとしたら暑すぎてちょっと息切れしてきてなんで今日 T シャツを着ております。これあの去年リリースした日本の音楽っていうユーステレビが出したやつで、これ裏はちょっとあんまりこうちょっと体勢的になんか向けないですけど、裏はとにかくアルバムジャケットが入って、はい、今は売ってないですけどね。はい、まあとにかくそれは置いといて、まずコロナの件ですよね。ですね、まあ今ってこういろいろ情報溢れてるし、まあ批判的な内容とかも多いと思うんですけど、自分的にはこう今ってこう時間があるんで、あのスキルをつけるってことをこう第一にやった方がいいかなと思って、まあその一環として YouTube やってるようなとこあるんですけど、でまあ一方でそのこう見てる方には何か自分が持っている情報で有益な情報なんだろうって考えた時に、まあ今まで制作してきたとか海外リリースしてきた経験とか、まあ失敗談も含めてあるんで、そういったものをこう皆さんに提供できたらと思ってやっております。まあなんでこうどうなんでしょう、まあ自分の場合こういろいろ考えて、まあ SNS だと今のところ一番 YouTube がいいのかなと思って、まあこうやってこう喋って、なんでしょう、こう自分の手振り身振りでこうなんていうかこう、あ星名ってこんなやつなんだって、なんだろう、例えば文章とかこうなんだろう、写真とかで見るよりよっぽどなんかファニーなやつなんだとか、なんか愉快なやつだなとか、なんか喋るとなかなかこういうやつなんだとか、まあちょっと感じの良さというかなんていうか、そんなのは分かっていただけるとなんて思いながら、まあとにかくこうって感じですね。なんでまあ自分の動画を主にこう制作のこととか、まあ今日みたいにまあ今自分がまあこうやってきてどう思ってるかとかもまあちょっと入れたりとか、まあ今後は例えば今週リリースした作品をまあこの自分の視点からどう思ってシーンはどうかとか言ってもいいかななんて思ってるんですけど、まあとにかくなんかこうこれいいなって好きなことをやってみたらどうでしょうと、はい、思います。でまあ次があの可能性を広げるってことで、まあ、これ自分のことなんですけど、例えばあのまあその今回その例えば3月20日に踊り子ってアルバムをエイリアンジャムズで出しまして、でありがたいことにワイヤーマガジンだとか、あとバンドキャンプでもなんか2週連続でこう記事書かれましてピックアップされたというか、ちょっと驚いたんですけど、ただまあそれはそれで良かったけど、また今度そこから次の段階で何か自分がこうやれることないかっていうのかな、例えばまあリリースはこっからあとアルバム2枚か3枚くらいあって、結構今やることないじゃないんですけど、まあ、暇っちゃ暇って言い方もあれなんですけど、まあ働けって感じなんですけど、まあ、とにかくその今後のあたってもしかしたら自分こういう音楽もできるかなとか、まあ、例えばもうちょっとクラシックな方面もやれるかなとか、そうやってこう自分の可能性を広げるってことはした方がいいかなと。要はその例えばまあ、昔の自分だとこう例えば10年前2010年ぐらいだと日本のクラブシーンで主にこう DJ とかしたんだけど、なんかそういう時ってこう意外にこうなっちゃってたっていうか、もう日本のクラブシーンでどうやっていくかどうやっていくかってことばっか考えちゃってて、実はこうこういうやり方もあるしこういうやり方もあったんだけどみたいな話 でこれってまあもうその2014年ぐらいボーイズノイズレコーズ出してからも、要はそのレーベルでどうやっていくかばっか考えてて、要はやっぱりこうトンネルビジョンっていうんですかなっちゃってて他見えてなかったんですよ、まあ、今だってそうかなって心配はやっぱ危険性っていうんですか、やっぱ人間どうやってもこうバイアスかかりがちなとこってあると思うんで、なんでそこはちょっとこう気をつけてやってますね。なんでまあ
なんか意外にこうポンってとこに可能性ってあると思うんですよ。例えばどうでしょう、自分なんかこうバンドキャンプ見てて、あそういえばなんかあのナレッジってこうね、こうバンドキャンプでこうちょっと1ページ分こうバーって特集されて、あそうかこのストーンズスローとかあんま俺聞いてなかったけど、意外に俺サウンド近いのかなとか思ったり、まあそしたらそことアプローチしたっていいだろうし、まあそういう感じでこう例えばね、やってて、例えばテクノやってたけどもうちょっとなんかこっちの例えばテクノ、例えばすごいこう自分はメジャーなテクノやってたんだけど、実はこう例えばホットフラッシュとかあの辺のレーベルのが意外に合うなとかって、結構そういう可能性とか仮説を立てるってことはしたらいいのかなと、まあ自分はそれをした方がやっぱいいのかなと思ってます。はい、まあ、これはまあ音楽に限らずだと思うんですけど、なんか自分の可能性をやっぱ見つけておくと、やっぱりこう何ですか、ここがダメになってもこういうやり方もあっててとかあると思うんで、まあ、仕事もそうですかね。なんかやっぱ今回コロナの件でその、まあ、DJ を専門にやってた方はこうその1ヶ月ぐらいできないとまあもう食っていけないみたいな感じになってて、ただやっぱそうならない方にっていうか、なんかこう1ヶ月例えば食えないとしても他の仕事で食えるとか、それまでにその仕事でちゃんと貯蓄できるとかっていうことがあった方がいいと思うんで、だから例えば貯蓄ができるやっぱ仕事っていうか、やっぱそれぐらいのなんていうかこう自分の努力量に対してちゃんとその収益が来るっていうか、例えばもしかしたらクラブでその DJ でやって、まあ自分とかでもいいんですけどやってたりして、けどその努力量でこういい具合になんつうか報酬、金じゃなくにしても何かこうああつばすごい評価されて嬉しいなとかなければ、その努力量を別の分野に注入した方がいいって場合もあると思うんで、なんてこう最近思います。なんかこうアーティストらしからぬ発言なのかもしれないですけど、まあけどやっぱ10年前と状況変わったなっていうのはすごい思います。でまああとこのコロナの件で3つ目最後なんですけど、自分を見つめ直すってのは結構大事かなって、まあこれ結構自分去年ぐらいからやってまして、そうですね、それに関してはですね、よいしょ、この鈴木優さんの最高の体調って本がありまして、結構この本役に立ちましたね。なんか結構そのまあ要は体調の話なんですけど、結構そのいろんなことに対してアプローチしてて、その価値観についても例えばこう自分の中で3のルールを作って、なんかこう例えば1日やってみようとか、そういう本なんですけど、はい、役に立ちました。これ概要欄に貼っておきますが、はい、なんで結構時間はあるんで、結構そのまあ例えばパソコンとかインターネットとか閉じて、その例えば10分でもいいんですけど、自分にとってどうなんだろうとか今後どうなんだろうとか、まあ例えばリリースとかにしても、例えばここでリリースするけどこうなっていくなとか、例えば誰でしょう、まあちょっと発音すぐ忘れちゃうんですけど、例えばフエルコ S あたりのウエストミネラルあたりのこうレーベルでリリースできたらなんかイエーイって感じかもしれないんですけど、よくよく考えると、けどそんなにこうかなとか思ったりとか、そういうなんかこう仮説とか、まあ、さっきと同じ話もないんですけど、とにかく自分の頭でこう考える時間っていうのは、まあなるべくこう1時間、まあ自分が1時間持ってるかちょっと分かんないですけどって思うんですよ。でまあなんかよく私こうヘッドホンしてるんですけど、結構その自分が喋ることを録音することありまして、それでこうまあそうするとこう自分が喋ることがこう入るじゃないですか。だから結構こうなんていうか、ああってよりこうなんていうか自分の考えがこう深まる気がしてって感じですけど、まあ今日はこうなんかこうしてる方がこう録音チェックにはいいんで、はい、まあとにかく、コロナの件はまあこんな話でした。で後半なんですけど、クラブシーンの話ですね。その二極化ってことで、これはですね結構もう前からこういう状態ってあって、そうですね、これについては2000もその自分がボーイズノイズレコーズで出した2014年ぐらいから結構顕著で、要はその気づいたらその例えばテクノ系の大きいフェスってなんかベテランと女性 DJ しかいませんねみたいな、なんかそういう感じになってて、いやーみたいな話を結構 DJ 知り合いなんかで話した記憶あるんですけど、でまあこの間この
とひろゆきさんの 1% の努力とも変えまして、まあそれでこう、まあ、自分の業界を変えるかどうか見極めるポイントはあると。で、二極化してるかどうかって。それで二極化が極めて大きくなった時、それが業界が衰退する時だと。で、トップ層が固まってしまうと、まあスキルがあるのに食べていけない新人がたくさん生まれると。で、徐々に新しい人が入ってこなくなり、他の業界に流れて、また一番を目指し始めるみたいなのが入って、まあこれって本当、音楽業界とか、まあ今いる自分のクラブシーンも結構同じで、まあ今回は特にその、まあ自分が行ったその、ボーイズノイズとか、エドバンガーとか、そういうエレクトロのシーンの話になるんですけど、まあそこに絞ってみましょうか。そうですね、自分のやっぱ経験と失敗談でいうと、結構その頃結局その、まあ、自分はその2006年とか2007年からもう随分昔ですけど、そのぐらいの頃にやっぱジャスティスとかボーイズノイズ聞いて、なんかイエーイみたいな感じで、まあ、それまでバンドやってたんですけど、あ、これ面白いなと思って、まあその頃ってまだこう黎明期っていうんですか、だからまだこうぐーって伸びていく時期だったんで、まあすごいこの人がトップでっていうのがすごいそんな決まったわけじゃない時期でって話ですよね。だから日本でやってた方々も多分こういう時期だったから、まあ結構美味しい思いというか、まあ結構、まあ、そういう言い方があれかな、まあとにかく食えたと思うんですよ。で、まあけど自分がそのまあそこから2007年ぐらいかな、そこから7年後で2014年ぐらいにやっとボーイズノイズレコードで出したんで、もうその頃ってもう下り坂なんですね。で、2015年にそのボーイズノイズレコードの10周年パーティーで、まあ、ヨーロッパ行ったんですけど、まあその頃はもうこう始まりですよね。だからこう、あれはどこだったかな、ブルッセルかなんか、まあそのブリュッセルでその、まあ、いろんな場所やったんですよ。場所で言うとそのベルリンでやって、ブリュッセルでやって、パリでやって、ロンドンって4都市だったんですけど、まあけどその時にブリュッセルかなんかでやった時の、なんかそのネットの記事がなんかまあ、なんか終わりの始まりぐらいの彼って、なんかすげえなと思ったんですけど、なんか当たりましたね。あのライター誰だったんだろう今思うとって思うんですけど、まあけど本当その、やっぱ、そのまあ、二極化ってことで言うと、まあ、その頃にもだからこの人は有名だけどすげえ食える人と一方でその食えていけない人っていうのが二極化になっちゃったんで、だからまあそこはきついというか、まあ、今例えばプロパーなテクノも多分そんな感じだと思うんですよ。多分アダム・ベイヤーみたいな人すごい食えていく人とそうじゃない人って感じで、まあ、二極化になってるんで、なんかそこを見極めるのは確かに結構大事かもしれないですね。それでまあもっと別の方向に行くっていうのは結構大事だと思います。まあ、別の機会に話してもよかったんですけど、ちなみにまあ自分がそのエレクトロを、まあ、特にまあエレクトロって表現、今日ボーイズノイズとかそのエドバンガー周辺がそのって意味ですね、その辺がこう集落した原因ってやっぱフェスだと思うんですよ。要は現場が減ったことっていうのは結構大きくて、そのおそらく自分が思うのはそのウルトラフェスティバルってあるじゃないですか、あれのウルトラレジスタンスあたりとかでこうもうちょっとこうエドバンガーとかボーイズノイズレコードがこう入っていったらもうちょっとこう持ったかなと思うんですよね。そうすると現場ができるし、例えば自分みたいな、まあ、出てる、まあ、ボーイズノイズレコードとかリセッションもそういうとこ出てたろうしとか思うんですよ。であとハードって、まあ、LA の方のあのイベントなんですけども、あれが結構なんていうんですかね、そういうボーイズノイズレコーズとかそういうの上積みみたいな人、だからボーイズノイズとかジャスティスとか、まあ、ゲサベルステインとかそういう人はこう出すんだけど、そこの下の人を出すわけじゃないんで、まあ、だから例えばこうその頃、まあ、僕の友人のパイロってそのピロと呼んだりしてもいいんですけど、まあ、パイロが来るんですね。その彼とか結構ボーイズノイズと曲一緒にやったりとかして、だから彼なんかはもっとそういうとこハードなんか出たら良かったというか出れたのになぁなんて思うけど、確か出た感じじゃなかったんですよね。だからそういうのもあって結構その辺は廃れたかなっていう印象はまあ自分の中でありますね。まあけどプロパーのテクノも続くとは思うんですけど、まあちょっと外なんか外それかもしれないですけど、多分なんかアメリーレンズとかこうシャルロット・デ・ウィットとかあの辺ってもうなんかすごいこうメジャーなことやってる感じは自分からするとしないですね。ちょっとなんか芸術性をつけようみたいな、だからアーシャもなんか今までのアーシャに比べるとこうなんかアートな感じになってるかななんて思って、まあ予想外れてるかもしれないですよ。なんでまあって感じはしますね。でまあここまで言うとまあついでにまたなっちゃうんですけど、結
構そのこれは結構重要だと思うんですけど、気をつけていただきたいのはその自分がそのスターなのか巨匠なのかって感じなんですよね。まあ、要はそのお金をとか人気度を取るか、ちゃんと芸術的に評価されるかって、どっちを取るかっていうのを結構はっきりしなくてもいいけど、少なくとも自分がどの地点にいるかっていうのは結構はっきり分かっておいた方がいいと思います。まあ、それがまあ結構自分の失敗談の一つで、まあこれ今回じゃなくてもよかったんですけど、まあ話します。ですね、その自分がその2016年ぐらいですかね、ボーイズノイズレコーズぐらい出した時に思ったのは、その後まあ2017年にほとんど黒歴史なんですけど、そのオクトパスレコーズっていうテクノのレベルの名前が出したんですけど、まあその時思ったのが、その結局出してもそんなにその自分が有名とか人気にもつながんないし、かといって音楽的評価も上がるというか、なんか下がってんじゃないかみたいな、まあハイプみたいな、だからすごいこう損なんですよ。けどそういうことってあるわけですよ。例えばじゃあまあ仮に誰かが EDM やってるとしますよね。それで曲をよし売れ線やるぞっつって、それで売れてないって一番悲劇なんですよ。要は金にも入んないし人気も出ないし、だからそれだったら金入んなくてもそのもうちょっと芸術的な、もっとすっげーアンビエントだエレクトロニックだってやってた方がまだいいかなと。まあ自分はこんな戦略を考えてるって人かのかもしれないですけどまあけど本当そこは結構なんていうか考えた方がいいんではないかと。まあ自分がそこ失敗したんで特に思います。やっぱ自分の場合もちょっとこうスターにはちょっとなる感じじゃないかなと思って、まあ、巨匠を目指してるって言うとちょっとナンセンスなんですけど、まあ最近はそういう感じですよね。多分踊り子のアルバムにしても多分あれをスターっていうよりは多分まあ巨匠とかまあ芸術評価されるタイプだと思うんで、はい。でまあこれで最後になるんですけど、まあその二極化ってことと本当は個性ってことを話そうと思ったんですけど、まあちょっと二極化で話だいぶ伸びましたね。はい。で個性ってことで言うと、これがクラブシーンだとすごい難しいと思うんですよ。まあ、自分はそのまあ、あとはもう皆さんのトライ用で他の意見ももらってもいいんですけど、やっぱエレクトロっていうかそういうボーイズノイズレコーズとかエドバンガーとかそういう周辺でやるにはちょっと才能が足りなかったかなと思う時があります。まあ、才能が足りなかったというか、その例えばボーイズノイズと比べたらやっぱ瞬発力っていうんですか、例えばあのボーイズノイズエクスタシーとかそういう曲あるじゃないですか。まあ自分もこうやったけど、なんかこうそこまでのなんかそのグっていうなんか才能は、うん、まあもしかしたら今後出るかもしれないですけど、ちょっと出せなかったというか、そういうのはなかったなと思うんで、だから今やその踊り子あたりでやってることの方がやっぱ自分はこう自分のなんつうか能力値を出せてるなっていう感覚あるんですよ。でまあそれこそそのさっきの黒歴史テクノですかその時はどうですかね、多分ああいうのってそんなに差が出ないと思うんですよ。要はそのアダム・ベイヤーの曲とまた別のちょっと有名なテクノのレーベルでの差ってあんまり出ないと思うんですよ。そうするとまあ別の要素ですよね。例えばあのテクノレーベルは特に多いのが、その要はテクノのそのブッキングエージェントがまあ優秀かどうかとか、例えばじゃあそのレーベルがリリースしますって時に例えば PR エージェントってのが来るんですけど、そのエージェントがどのぐらい優秀で、例えばメディアにこう載せる力があるかとか、そういうことになってくるんで、なんか別の能力になるんで、だからまあ個性もそうだし、だからなるべく音楽で勝負できるんだったら、やっぱそのもっとテクノじゃないというかプロパーじゃなくて、もっと芸術性がいけるようなアンダーグラウンドテクノがいいのかもしれないしとか、そういうことは考えた方がいいかなと。であとはもうその個性でいうと、自分が一番何がこう生きるかってことですよね。それは結構思います。まあ、自分もそれいろいろ考えて、多分やっぱジャズとか自分はやっぱフュージョン、やっぱその黒人音楽的なものとかすごいやっぱ好きでやってたし、まあ結局、まあ、自分の曲最近の曲聴いていただいた方があるんですけど、結構なコードワンがワーンなってるんですけど、やっぱそういう方が得意なのかなって分かんないですけどね、またどう思うかは。ただそういうのがこう自分得意かなとかっていうのは常々なんかこうやっぱ客観視っていうか俯瞰できるといいのかなと、まあ自分は思いますね。だから皆さんもだから、まあ、例えば自分のこの動画でそのまあいろいろ上げた制作動画で、まあこれってかなりあのまあまた言うと思うんですけど、もう自分のそのほとんどレシピっていうんですか、それをもうほとんど出しましたみたいな感じなんですよ。要は
この通りにやれば結構うまい料理作れますよっていうぐらいの勢いだと思うんですよ、あの内容って。なんでとりあえずそのまま、まあ、ロジック持ってもし UV ワークステーションとか買ったらそのままできたら一回やってみてください、本当、はい。でまあそれで作ってみて、まあ実は自分こういうの得意だなって思っていただいたらすごいいいと思いますし、ただテクノとか作る中でいやーやっぱ自分これが限界だなみたいな見えたらそれはそれでいいかなと思うんですよ。けど多分誰しもその自分がすっげえ得意な分野ってあると思うんで、もしかしたらそれは意外にゲームとかかもしれないし、何でしょう、今目の前に見えてるものを見ながら思うんですけど、例えばなんかコップを作る、陶器を作るのがすげえこういい具合にできるとか、まあ絵がうまいとか、まあ自分絵は全然ダメですね、姉はなんか美大出身で絵がうまいんですけどね、ってその話はもう置いといても、だからそういう感じでこう自分が何がすごいできて、まあ何ができないかというのを現状でこう知っといた方が、今後その自分のなんつうか生きていく上で幸せになりやすいというか、まあ何よりも自分が、まあ自分も音楽はやっぱ一番好きなんでずっとまあやってきたんですけど、ただ自分が好きなのも大事なんですけど、自分の能力が一番やっぱりなるべく活かせるっていうんですか、そこにいた方がいいかなと思って、だから自分の場合多分もうそのエレクトロっていうかそういうのはちょっときついなって、要は例えば特に日本とかだともう多分その自分がいい音楽作っても多分そのなんですか黎明期から来たそのなんですか音楽好きでファッションも好きでみたいな DJ の人には勝てないなとか思うんでなんかそういう人ちょっとひねくれてるように聞こえちゃうんですけど、まあ、これ本当そう思うと、はい。まあそんなわけで、まあ、今日以上コロナとクラブシーンどう生きるかってことで話していました。まあそんなにこうえぐいこと言わなかったと思うんですけど、はい。まあ、ちなみにこれ去年出た八犬伝というセーフトリップのレコードです、はい。あんまりこうセーフトリップで出したものあんまりこうプロモーションが弱くてこうなったんですけど、ってそんなこと言うこともないかな、はい。まあそのプロモーションの話はまた今度というか明日ではないと思うんですけど、そのうち話そうと思ってます、はい。まあ、というわけで皆さんの健康を願いつつ、また明日もこの、私の、YouTube チャンネル見ていただければと思います、はい。よいしょ。というわけで、また明日、星のアニバーサリーでした。どうも。